何か車を好きになったきっかけとかはあったんですか？高校の頃から民家があったってことは車を乗る前から好きなわけじゃないですか。はい、きっかけは、はい、自分がもう生まれた頃から父がスカイラインGTRの3人乗っていて、はいはい、ああなるほどなるほど。で結構チューニングしたりして、ファンキーだなお父さん、すごいな。そうですね、でよくだから自分は全然覚えてないんですけど、はい、家族とかでとか日曜日とかにお出かけするときに、はい、高速道路すごい速度で走ってから母親がブチ切れたみたいなエピソードを、はい、よく父からはお酒の場とかで聞かされたりとかして、ね、ただその父が乗った GTR 自体は、はい、自分が5歳の頃に手放しちゃったんですけど父は、はい、もう今でも覚えてるのが、はい、毎週末週末になると父と2人で GTR でドライブに行くんですけど、はい、第3京浜に乗って、はい、1個目のパーキングサービスエリアに入って、はいはい、桃の天然水が大好きで買ってもらってたんですよ。はい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 、それが大好きで、いまだに桃の天然水を当時の思い出がいろいろ蘇るじゃないですけど、なるほどなるほど、思い出すんですよね。子供の時の感じた感覚とか、そうですね、匂いとか風景とか、前なんて全然見えないんですけど、はい、音と看板とかの流れの速さで、はい、なんとなく今飛ばしてるでしょとか言ったりとかして、はい、覚えてますね。それが何歳ぐらい、5歳ぐらいとかですか？4歳、5歳、まあ3、4歳とか、3、4歳、はい、なんか手放しちゃった後とかも、はい、父とたまにお風呂に入った時に、はい、5、6歳の時だけど、はい、なんかどうして売っちゃったのみたいなことをなんか泣きながら語りかけてたのをずっと覚えてました、それぐらい大好きでしたね。祖父母が相模原の方で住んでいて、はいはい、で引っ越しをすることになってから、はい、引っ越しの作業を手伝ってたんですけど、はいはい、食事に行こうってなって、はい、ハンバーガー屋さんに行ったんですよね。そのハンバーガー屋さんの隣になんかプレハブみたいな車屋さんがあるのはずっとしてたんですよ。でも普段お店の営業時間外とか外に車も一切置いてなかったんですけど、はい、その日だけたまたまガンメドの3人ギターの置いてあって、何これ何これって思ってから、はい、駐車場に止めてから家族とかがお店の中に入った後に、はい、ちょっとごめん GTR 見てくるって言ったから見に行ったら、小さく売り出し中ですって、なんか興味がある方はご連絡くださいみたいな。で後日連絡してみたら 3.9 万キロの無事故車で運転時未使用のフルノーマル、ピンピンじゃないですか、ピンピンの車が120万って言ってて、それもなんか前オーナーの代理でただお店に置いてるだけで、はい、前オーナーの方が本当に分かって乗ってくださる方に格安でお譲りしたいというふうに言ってくださってる車で、はい、ちょっと父といろいろ相談してから、はい、父に手伝ってもらう形で、はい、ちょっと免許も取る前だったんですけど、はい、買うことになりました。あ、もうとりあえずそれリザーブしないと売られちゃいますからね。もうそうですね、買っちゃうことが出てくるんで。あ、そっか、じゃあそのお父さんもかつての情熱があるから、そうですね、協力してくれて、うん、協力してくれたんですね、おかげで。免許だって一発目3人やばいですね。やばいですね子供の頃のその感動とか情熱が、そうですね、やばいですね。それちょっとお父さんとしても、はい、自分の息子がジュンジュンさんが、はい、その3人に免許だったら乗るっていう瞬間、ちょっとねお父さんの気持ち考えると結構感動しますよ。ほっときますよ、ちょっと人生を感じますね。長いスパンで、確かに、なんか未だに自分でも免許取ってまだ3年足らずですけど、はい、弟を乗せてたまに走ると、はい、なんか何とも言えない感慨深いものがあるっていうか、4つ下の弟なんですけど、はいはい、その弟乗せて走るとなんか自分が免許取ってるのも、はい、なんか不思議な感覚になるというか。あ、そっか、昔あんなちっちゃかったのに。そうです、うん、今ではその弟が今高3でも免許を取れる年になったんで、はい、なんかもうそれもびっくりっていうか現実味がない感じですよね。でも確実に時は進んでるんですね、そうやって、なんかあっという間すぎ、長いんですけど過ぎてみればあっという間ですかね、はい、まあ、人生ですね、うん、そっか、お父さんからすれば15年越しの3人再会だもんな。そうですね、黙っちゃいますね散々免許取る前とかは、はいはい、インカラでいろんな先輩方に、はい、免許取って一発目 GTR は手に負えないよみたいなことを言われてて、そんなはずはないと思って、はい、なんとかそれを証明してやろうと思っていろいろ頑張ろうと思ってたんですけど、はい、いざ取ってみたら、あー、やっぱ車の方がすげえわっていうのはすぐ分かりましたね普通の車じゃない、すごいですね、はい、いやもう何をしても車が上回ってて、はい、あ、そういうことなんですね。もちろん
と自分がビビりすぎちゃうんで、はい、それこそボロい車だったらなんか試すことができたかもしれないんですけど、なるほどなるほど、一番好きな車だったし、はいはいはい、自分以上に大好きな車なんで、はい、もう一番最初に怖いが来ちゃう、自分以上にはすごいですね、いい言葉です ですね。いや本当お高臭くて気持ち悪い話なんですけど、全然小学生の頃から学校の作文にずっと3人字ってあるで将来1000メートル出しますっていう反社会的なことをずっと書いて発表してて、すごいな友達に散々 F1 じゃないからそんなの出ねえよって書いて、ああ半べそ書いて、はい、将来同窓会でその社債持ってくからなみたいな、なるほどなるほど、言い返してばっかだった、宣言をしてたっていう、そうなんですよ、っていうのもあるあって、小中ずっと自分を3人字ってあると思ってたったらちょっと変ですけど、あでもなんかほんと3人字ってあるだと思って生きてて、はいはい、でいざ実車を手にして、はい、本当自分のように思ってたし自分の以上に大切にしたんで、もう試すことは何もできなかったですね。いやそうですか、好きすぎて積年の思いも、そうですね、いやでもそこまで偉大な車だったっていう喜びもあるじゃないですか、逆にありますね、うん、実際手にしてみてなんか全然試すこともできないから、そうそうそう、自分が思うように運転もできないんですけど、うんうん、でも持てるだけでも幸せだったし、うん、鍵を持つだけでもなんか最強になれた気分がして、まあそのオーナーとしてのね、そうですね、所有する喜びじゃないですけど、うんうんうん、誇りがすごいありましたね。どちらかというと走り屋とか走りが大好きで、はい、GTR に乗ってそれも取り立てで乗って、はい、期間として1年半、はい、距離で言って2万キロ近くは乗ってたんですけど、それで特にぶつけもせず、はいはい、事故るような怖い思いもせずに、はいはい、乗ってられたのはやっぱり好きだったりしたからなのかなっていうふうには思ったりします。とは言いつつ、はい、いろいろちょいちょいやっぱり乗ってる間に2万キロ走ってれば、まあ試すわけじゃないですか、いろいろいろんな部分が見えてきたりはしてましたね、うん、そういうことですよね。そうですね、うん、車いじりの初歩もあの車で学びましたね。なんか最初シフトノブを変えてみたりとか、はい、ああなるほどなるほど、ハンドルを変えてみたりとか、はい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 、それも本当はもうただ民からで見ただけでやったことなかったんで、ハンドル外すのがあんなになんだろう、力いるっていうかちょっとコツつかむのにちょっと緊張するじゃないけど時間かかるとかっていうのも知らなかった。あの車には本当自動車社会の慣れもそうですし、車いじりとか走りの面いろんな面を本当勉強させてもらいました、ね、実質本当にファーストカーですもんね。本当ファーストカーです、うん、車社会になれる3人とか言ってます。贅沢だ贅沢だ、本当贅沢ですよ。いいじゃないですか、乗れるって本当に本当いい経験でした。やっぱり自分も未だに、はい、今すぐにでも 32GTR に戻りたい、もう一回乗りたいっていうのはあるんですけど、はい、もっと自分が走りを完璧に何だろう、どんな車でも乗り回せるようになってから戻りたいっていうのがちゃんとセーブできてるし、はい、目標立てられてるからっていうのもやっぱ最初に3人実際に乗ってたからっていうのが大きいと思うんで、そうですね、いい経験でしたね。どうしますか、一回休憩しますか。そうですね、シェフさんなんか自分の動画とかも恥ずかしくて見れないですけど、いやもうシーンさんがアップしたのも怖くて開けないですYouTube のアプリ消しちゃいそう。そうですね、そうですね、5年後10年後ぐらいに、あそれぐらいに見たい、うん、どうなってるか確認して当時の俺こんなくせえこと言ってるよとか言いたい。俺がその間に、はい、すげえアンチを作っちゃって、はい、超低評価バーンみたいななっちゃったりとか、あと赤バンされてたりとか、あ赤バンされてたりとか、やばいな赤バンはやばいな本当に。Don't get if you don't get the next time, do your 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 next time, do